はい、というわけで今日なんですけど、なんかまたもや復刻版が来ましたね。どれだ？あ、今回は復刻版なんだ、ちゃんと。絶版ではないんだね。なんか来てるんすよね。これってさ、あれ、ブンダーって、どれで来んだ？バン。どれでも来ないんだ。エヴァって何回ぐらいコラボしたっけ？だいたい85回ぐらいコラボしてるよね、エヴァね。どれでブンダー来んのかわかんないんだけど、まあ、今回ね、このガチャ引いていこうと思うんですよ。こんな感じのラインナップですよね。どうしようかな。何が欲しい？まあ、新車は別にいらないから、まあ、十字系、金地系あたりが欲しいかなと思いますよね。で、まあ、もちろんね、復刻ガチャなんで、まあ、100連あれば当たるでしょうっていうことで、やっていこうと思います。で、まあ、このね、宝箱もあるんですけども、これ宝箱はね、どうしようかな。何かね、金枠が出ればいいんですけど、出なかった時は引きますけど、出る場合は、これはちょっとね、宝箱一気に引いてみたらやってみようかなと思います。まあまあまあ、ということでやっていきましょうか。まあ、100連あればね、金車金銃1本ずつくらいは、当然のように出る、この復刻ガチャなので、まあ見ててください。60回引くと金色確定。これありがたいね。ただ、金色確定60回、100連しか引かないから、1回しか、まあだから最低1回は取れるのか。オッケーオッケー、行きましょう。もうほんとね、こんなのね、簡単ですから、行きまーす。ポン。はい、演出はどうせなし、オッケー。あれ？バン。ちょっと待って。はいはいはい、待て。これ、復刻引く意味なくなっちゃうからね。うん、ちゃんと理解して、そこら辺を。はい、ドン。あれ？バン。ちょっと待て。あのね、金券は無限ではありませんからね。有限ですからね。お願いします。30連目、ポン。はい。ポン。これ。待って。クソガチャの可能性あるぞ、これ。みんな気をつけろ、これ。引くな、これ。バン。こっから金枠連打の可能性ある。いきます。ポン。お願い。よし。でもこうでなくちゃな、本当に。よし、これで金枠が出ちゃうんだけども、ここでの金枠を期待するのはもちろん金車。もしくは十地系ね。いきます。ポン。お願い！一番いらない。これしかも持ってなかったんだ。いらねえ。これ、羽が邪魔ってやつでしょ？ね、よくあるさ。ポン。金車ぐらい、ちょっと待て。待て。あと50連。まだ半分ある。大丈夫。焦りすぎたわ。焦った。やばいね。年取ると人はね、だんだん子供に帰りますから、子供帰りしてさ、老人になってくると、わがままになってきちゃうわけですよ。申し訳ございません。ここで金枠、金車、はい、ポン。はい、ありがとう。バン。持ってたかなこれ。持ってたんかな色変わんないけど。十字券なんだけど、持ってたんかな。まあまあいいでしょう。まあ金枠2枚目だよ、これでね。十字券ね。オッケー。さあ、来い。よし。やっぱりほら。だから2万円で3枚出る。バン。出るか。いきます。金車来い。はい。いらない。一番いらない、目玉の親父。目玉の親父は一番いらない。ゲゲゲの鬼太郎コラボ？これ。ゲゲゲの鬼太郎のさ、目玉の親父最終形態やん。いきます。まず何回？やばい、まず30連。はい。まだ30連か。はい。よし。いやー、後半いいね。やっぱ、尻つまみより、やっぱ人は、ね、後半、尻上がりの方がいいですからね、見ててもね。いきます。金車カモン、ありがとう。バイバーイ。はい。何これ、なんか NHK のお姉さんがさ、変な奇跡的な悪魔の絵描いた感じじゃないこれ。なんだこれ。もうでもこれで何枚出た、金枠。結構出てるよね。お腹いっぱいな、まであるよ。ただこれ、金車が、金車来ないね。これラストいきます。ラスト。いくぜ。逃げちゃダメだ。はい、ポン。はい、ありがとうございました。いやー、こういうことだよね。こういうこと、分かってた。皆さんはこれ、引かないで、逃げましょう。逃げれるときは逃げましょう。ね、絶版ガチャはね、おすすめですけど、こっちはマジで、クソでした。はい、ありがとうございます。よっしゃ、行くぜ。貿易エリア、行っちゃおうか。どこでしょう。やっぱソロなんで、これね、やっぱ2対1のね、状況をいかに作らないように立ち回るか。そこがね、この、なんだっけ、なんとかっていう、孤島作戦か。このね、ポイントとなっております。この孤島作戦攻略法を皆さんに伝授しました、今から。はい、行きます。さあ、誰も来てないところに焦点を降りる。これ最高。ある種これで優勝したと言っても過言ではないんでしょうか。あとは、孤島作戦にいるやつ全員雑魚っていうのはね、説ありますから。で、ここね、何がいいってね、物資量が豊富で、まず、そして、核巻きのさ、救援物資がね、拾えるんですよね、そこ。それが強い。こんないないことでも珍しいな。だいたい一組は二組はいるんだけどね。
よっしゃ、そろそろなんかワンパぐらいいきそうだな。なんかそんな気がする。大丈夫かな。このさ、初号機とさ、クゴかっこよすぎん？この一体感。これかっこよすぎるよな、これ。AUG に変えたいからちょっとコインが欲しいな。よっしゃ、アンチもそろそろ来ますんで移動しましょうか。クゴね、寂しいんだけどね。ちょっと AUG に変えちゃおうかな。オッケー、これで変えちゃって、これ買って買って買って。買ってと。さあさあ、まあ、とりあえずアンチ内入りましょう。おっと、遠い、ちょっと遠いな。車で行くか。車でまっすぐ行って、このルートね。このルートで行きたいと思います。よーし、もう敵に合わない。俺レベルになると敵に合わないから。ああ、全然敵がもらう。全然全然。気にしない。俺レベルになると気にしないから。敵ね、あ、そうみたいな。これ見てるからさ、俺レベルだと、ずっとアンチまで最終入っちゃいます。関係ない。キル数とか関係ない。ああ、もう全然気にしない。優勝しか気にしないから。でもこれでさ、キル数も少なくて、最後なんか残り10人ぐらいで打ち負けて死ぬのが一番かっこ悪いっていうね。まあ、そういうのありますけど。はい、ありがとうございます。ガトリングがいいな。待って、いるいるいる。いるんだけど。おぶなぶな、いるいるいる。ダウンや。ちょっと待って待って、回復させて回復。回復させてよ、怖いな。どっからなんか車線通ってるか分かんないからすげえ怖いんだけど。なんか、ここすごい車線通るとこだね、これね。敵がね、見当たらないうちにさらに一人減りましたね。おっと、物資が落ちていく？そこしとこねえかな。でも、孤島作戦だとさ、大体序盤でさ、A フレーム AUG とかさ、手に入れようと思えばできちゃうからさ、あんまりこういう最終的に物資はね、救援物資を拾いに来るってことないんですよね。あ、いる、なんかいる、なんかいる。おーおー、なんかやれたわ。おお、俺のキルパクされた。おい、お前、俺のキルをパクっていく。どこにいんだ。お、投げてきてる、投げてきてる。あの、実質2キルだからね、今2キル。ああ、いる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 、なんかいたな。いるいるいる。危ない危ない。こっち向いて。お前、こっち撃ってきてんじゃねえよ、お前。あいつらがちょっと怖いな。ラスボスだな、あいつら。ほっ、立てていく。いや、ちょっと待って、後ろから撃たれないこれ。大丈夫、俺一人しかいないから。お前ら二人だからいいな。友達がいねえんだよ、俺。どこ行った？見えないところから撃ってくるやん、また。位置変えようか。これね、これね。ちょっと待って、これどうするか。下降りるか。足跡。登ってこい。登ってこいよ。ちょっと待って、これ逆にどうする？この足跡逆にどうする？下で構えてんでしょ、これ。え、ちょっと待って。これさ、飛んだら多分やられるよね。どうする？逆にこっち行く。やだ。こんなところでまだ死にたくない。よし、俺はジャンプで逃げる。危ねえ、逃げたぜ。いや、一人出てくるはずだから、そっから。あいつ、いたわ。おい。あ、俺、勘違いか。やべえ、俺。やめて。まだ死にたくないよ。やばい、ここ。やばい、もう絶対死ぬ、これ。絶対死ぬやん、これ。上上がれない？おい、上がれた。あと二人。俺、何やってる、1キルで。何をそろそろやったら、どこにいる？あ、待って。右側で毒投げたぞ。あんなとこ、え、あんなとこいんの？どういうこと？ 1 対 1 対 1？ もしかして。ワンチャンそれあるよ。1対1対1。これ来たな。これ、やり合ってるとこにパキュンだな、これ。お、いる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 。いるいるんだけど、そこに。グレ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 。よし、当たれ。おねねしな。オッケー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 。でもう一人勝ったな、これ。ありがとう。よしオッケー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 。完璧や。はい、こういう時のための盾な。こういう時のためだけど、ただアンチがいいっていうね。うん。20秒経って、おっと、待てよ。見えてない、もしかして。どこ、こっちでしょ、絶対。どこ？岩裏にいるんだろ、絶対、お前。よし、絶対勝つぞ、これ。絶対勝つ。これ勝ったら、なんか、強くなれる気がする。絶対、おい、痛い。よし、頭。オッケー、勝った俺に任しとけ、ハルパパに任しとけ。文句があるなら俺に言え。くだらないライブは僕からばって流しとけ。最高にクールな時間の始まり。 On the country ホログライスステージも淡い